さあ、皆様に第一印象を伺っていきたいと思いますが、まず富樫選手、はい、第一印象このアリーナいかがですか。いや本当に、まあ、一言でもう夢のアリーナだなと思いますし、もう本当にここでねプレーすることがもう今日からね、待ち遠しいというか、すごくワクワクしています。どうですか、この辺からディープスリー打つイメージはできてますか。そうですね、なかなかこれだけの日本で大きな、ね、アリーナでプレーする機会というのは多くないので、ちょっと若干この奥行きとか、ね、なんか慣れなきゃいけないのかなとは思ってるんですけど、うん、はい、もうたくさんねスリーポイントこの会場で、アリーナで、決めれるように頑張りたいなと思います。楽しみにしています。そして宇野さん、どうですか、ここから見る今日は2500人が入っていらっしゃいますが、壮観ですよね。そうですね、本当にすごくたくさんの方が来ていただいて、そしてこの会場もすごく大きく、まあ、この場でアイスショーとかもこれからやらせていただくんですけれども、まあ、すごいたくさんの方が見に来れる、そして皆さんと一緒に楽しめる、すごい本当に夢のありだなと思ってます。3回転ジャンプの準備はできてますか。そうですね、まあ、僕は4回転ジャンプの準備をできています。4ですね、はい、ありがとうございます。4回転見せてもらえるそうです。楽しみです。そしてフナッシーも第一印象教えてもらえますか。はい、もう外観がまずかっこよかったですね。はい、ありがとうございます。いやもっともっと、まあいいかフナッシーも元気に動き回れるスペースが、ね、たくさんありますし、裏のコンコースも大変広い会場になっているというのがこちらのアリーナです。さあ、富樫選手にお話を伺っていこうと思いますが、この1万人アリーナですが、こうどんなアリーナにしていきたいなというふうに思ってますか。期待感いかがでしょうか。そうですね、まあ、本当に、今まで船橋アリーナで、プレーさせていただいて、それの、まあ、倍以上の、ファンの皆さんの前でプレーできるということで、まあ、今まで以上にそのホームコートのアドバンテージというか、やっぱホームコートでの、ね、勝率っていうところで、はい、皆さんの声援を受けて、もうなんか勝たなきゃいけないというプレッシャーももちろんありますし、でもそのやっぱ皆さんの後押しを受けてね、やっぱりたくさんのいいプレー見られると思うので、はい、やっぱり毎試合この1万人のアリーナですけど、満員のね、あの会場でプレーしたいなという気持ちがすごくあります。まあ、チャンピオンシップで1万人以上っていうのは経験されてますけども、やっぱり5000人と1万人以上は違いますか。まあ、全然違うんじゃないかなと。特にね今正直皆さんの方真っ暗でほとんど見えてないんですけど、多分本当にたくさんのというか、もうかなり、今まで見たことないような、ね、光景でプレーできると思うので、うん、はい、皆さんの期待に応えられるような、ね、プレーしていきたいなと思います。長期契約ありがとうございます、はい、こちらこそありがとうございます。富樫勇樹のタオルが揺れております。いよいよ来シーズンは、先ほど市長からのお言葉ありましたけれども、オールスターここでやりますが、このあたりに関してはいかがですか。はい、ずっと楽しみにしていた、船橋での開催ですし、なんだろうな、やっぱりまあ、僕だけじゃなく、もちろん僕は千葉ジェッツ船橋として、ね、プレーさせていただいているのでそうですけど、アウェーというか対戦相手として来るチームも、うん、本当に多分楽しみにしていると思うので、まあ、オールスターも含め、はいはい、もうこれが、このアリーナが日本のバスケットの、ね、一つのなんだろう、また新たな聖地として、ね、うん、なれるように頑張っていきたいなと思います。そうですね、この辺で原修太選手がビタビタのディフェンスやってくれますよね。そうですね、はい、原選手が、はい、ディフェンスをして、僕がスティールして、金近選手がね、スリーポイントを決めるなど、ね、そういうシーンをね、たくさん作っていきたいなと思います。見えますね。ありがとうございます。さあ、そして宇野さんにお伺いしていきたいと思いますが、7月にララ東京ベイ、ララアリーナ東京ベイで、まあ、トップスケーターが世界中から集まってのザ・アイスが開催することになりましたが、今の心境から教えてもらえますか。そうですね、まず本当にこの大きな会場で、アイスショーをできることにすごく嬉しく思いますし、まあ、このアリーナにふさわしい素晴らしいショーにしたいと今は描いています。先ほど4回転のお話が出ましたけど、プログラムはどんなものにするかを考えていらっしゃいますか。そうですね、今回は鼓動の
皆さんとコラボしたりとか、まあ、それ以外にもたくさんのトップスケーター、海外世界のトップスケーターたちとコラボする予定がありますので、この場所、このザ・アイスでしか見られないショーができるんじゃないかなと思っています。やっぱりこうアイススケートプロになってからっていうのは心境って変わってきました、いかがですか？そうですね、まあ、これまで以上にその競技としてではなく、自分がそのスケートを自由にやれるという形になったので、今まで以上に楽しくスケートをやることができています。富樫選手と船橋に挟まれる気分はいかがでしょうか？そうですね圧力が控え室もすごい元気だったんで。圧がすごいですか？まあ、でもすごい嬉しいです、初めて生で見られて。ああ、そうです、生船橋を、まあ、フィギュアの会場ではなかなか出会えないかもしれませんもんねそうですね、まあ、でもすごいですね、もう船橋さんにもたくさんトークしていただきたいんでこれぐらいで感想は船橋いかがですか？え、何ですか今葉っぱかけられましたけど台が高まってますよ。そうですね、でもふなっしーもここでなんかイベントできたらいいなと思いますなしな、ね、ふなっしーの日を作っていただければというふうに思いますね。そうなんですよ、一応バンドを作ってるのでライブができたらいいなと思いますなしな。おお、ありがとうございます